はい、半負けの本家の半馬陽先生です。今ね、クッキー作ってましたけれども、ラーマって怖いもんですかね、がんなりやすいんですかね。それをね、ちょっとバターで使ってもいいんだけども、お金があるからね、いいんですけれども、ラーマって安いんでね、結構食べるんですよ。食べちゃうとがんなるのかなということで、これね、私が1000万ぐらいくれたら、私が審査してあげて本当に大丈夫かチェックできるんだけどね。ただ私の時給は1兆円以上だからね、実質ね、やりたくないですけどね。まあそれともかくとしてね、今私話したかったのは、 YouTuber で好きなね、YouTuber っていうのはね、私はね、初期のね、まだ売れてない億万長者になってないね、YouTuber が好きなんですよ。で、美味しいものをね、YouTuber に出て、ね、アクセスを多くね、するためにね、で、なんとか元が取れるという具合で、美味しいものを食って、本当に美味しいと感じる人。で、まだいろいろ贅沢なもの食べられないでしょ、 YouTuber でお金稼がないとね。でまだ億万長者になってないと、 YouTuber でね、ね、そういう初期の人、女の人、男の人大好きです。これはね、ただお金が入ってきちゃうと、もう美味しいもの食って出したって全然面白くないね。全然美味しく食べてないもん。もう売れちゃった人、 YouTuber で美味しいもの食べてる人って飽きが来ていやいや食ってるみたいなもんですね、裏では。これは面白くないよ全然。やっぱりね、YouTuber に出て少しのお金だけどね、高級料理ね、ディナーとかね、これが食えるということの楽しみの時ね、なんとかペイができる YouTuber でね、でこれ全部 YouTuber で広告料金でね、タラで食べられるんだという、今までこんな美味しいもの食べたことないんだと、で YouTuber やってこれね、食べられていいなという時ですね。で、あと売れちゃってな、もうこういうの美味しいもの食べたって全然美味しくないでしょ、全然。そういう風になってくる人大嫌い、 YouTuber、 そういうのは多いですね。YouTuber ね、 YouTuber で好きなのは初期の段階ですね。けなげでこれやっと本当に美味しいっていう人、豪華なものいろんなとこ食べに行ってね、高級レストラン食べてってね、録画撮ってね、放送するというんで本当に美味しいなと感じる人ね、これが私は大好きですね、 YouTuber の人で出てる人ね。長くやってて、もう飽き飽きだというような人たち、欲しいもの食って撮影してね、嘘ついて似顔出してると、笑顔出してるというの大嫌い。こんなもんじゃったら、もう仕事他行けって言ったって職ないんだろ、これ困るわな。職はないの？そいつだって全然面白くないじゃない、嘘ついてて。ね、他職探せって、もう他のなんか部分ない、特にないの、困っちゃうねということですよね。本当に食べて美味しいと感じる、嘘ついての演技はもう嫌、大嫌いね。やっぱりけなげで初めて本当に美味しいと感じる人、高級な食事食べてね、毎日食べてね、そういう YouTuber、で YouTuber でやっとこれのお金が出るからただで食べられるんだという嬉しさを感じてね、ね、少しの給金で生活できるからって、そういうけなげなのが大好きですね、私はね。で、そういうことでした。半馬陽先生の好きな YouTuber の人たちの選択でした。どうもありがとうございました。